はい、今回の Q&A は、えー、監視カメラに関するね、お問い合わせでしたね。街中に今監視カメラがたくさんあるんだけども、例えばカフェとかで、パソコンで、 まあ何かにログインするときにパスワードとかログイン ID とか打つじゃないですかそれを監視カメラで見られてることはないんでしょうかっていうふうなねいささか心配性な方のメッセージだったんですけどもまあでもそのぐらい警戒した方がいいですよ実際はパスワードを入力する際ってアスタリックスクで表現されるんで多分監視カメラで見ても何のことか分かんないと思うんですよただし指先を読むことによってパスワードが破られることがありますんで、まあ、指先を隠してやるぐらいの配慮があってもいいのかなと思いますよね うん、まあでも、パスワード破られてもそんなに大事な情報って持ってる人あんまりいないでしょ。うん。正直、正ね。なんか、莫大な資産が10億、20億あるんだったらちょっと慎重になった方がいいと思いますけども。多分、パスワード破られて困ることってあんまりないんじゃないかなと思いますけども、思いますけども、でも個人的に大事なもってあると思うんで、やっぱりね、警戒した方がいいと思います。ちなみにですね、監視カメラっていうのは、実はね、 監視カメラの映像を見れるサイトっていうのがあって、おそらく世界中どの監視カメラもそこに繋がってますね。のですんで、<laughs> 監視カメラの映像を見るサイトで検索すると結構面白いんじゃないかなと思います。<laughs> まあそういう風に言うとね、あの、一生懸命ね、あの、何ですかね、覗きをしようとしている人の商売を失うことになりますけども、監視カメラはもうほとんど全部見れますんで、まあ暇じゃないけどね、そんないちいち監視カメラ見てるのは暇はないと思うんですけどね。 まあ、以上ですかね。監視カメラ、監視社会、怖いですね。怖い。いってらっしゃい。